事件です。はい。ね、野良猫に餌やってる人がいるんですよ。いや、書いてあるじゃないですか。ちょっと来てください。ちょっと来てください。はいはいはい。あのさ、はい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 。神明南公園です。足立区の、神明南公園です。先ほど、先ほど呼んだばっかりなんですけど、野良猫に餌をやってる人がいたんで、はい、今、ちょっとその人を、はい。それで今、そこでトラブルになってるってことなんですか？今、ちょっと移動中なんです。その人と、今、その人の、はい、ところを、尾行してるんですけど、はい、しながら、110番してるんですけれども。はい、南公園の今、どの辺にいるんですか？南公園は、裏側ですね。はい、今、走って、裏側に走ってます。南側？いや、わかんないです。いや、なんでそんな意地悪するの？いや、意地悪じゃないんです、それ。何の段階でしょ？はい。ね、え？あ、わかりました。はい。変わります。変わりますよ。いやいやいや。だから、なんでそんな意地悪？いや、意地悪じゃないんですって。何の段階でしょ？はい。だからあなたは何の団体の人？団体じゃないです、僕。ただの。個人で？個人です。どうしてそんな意地悪するの？意地悪じゃないんですって、それ。だからちょっと教えてよ、だ、はいはい、名刺を見せなさい、名刺を。名刺？いや、名刺ないです、うん、俺。なんでそんな意地悪をするのよ。はい、なんですか？さっき着いたんですけど、また、帰ったんですよ。はい、その後です。あ、わかりました。はい。じゃあ、警察官向かいますので。はい。南側に向かいますので。ええ。ちょっとこれ今南なのかわかんないですけど、裏側ですね。公園の正面じゃなくて、裏側の、裏側から、公園を正面から見ての、裏側の右側です。裏側にいる。で、裏側にいるってことですね。はい、そうです。はい、わかりました。向かいますんで、お待ちください。はい。はい。とりあえず餌やってる人がいたんで、またついでに、また、今、録画してますけども、今、逃走中です。疲れた。また。なんで意地悪すんのって僕言われましたね。野良猫に餌やるの、なんで意地悪すんのって。意地悪じゃないんですよって。おい。それ意地悪じゃないんですよって。で、あなた何の団体の人ですかって言われたんですけど、別に団体もクソもない、ただの個人ですって言って、名刺見せなさいよって言われて、名刺じゃないですって。なんでそんな意地悪すんのって何度も言われましたけども、意地悪なんてもんじゃないんです。逆に、この餌やる人の方が意地悪なんですよ。あそこに交番あんじゃねえか、おい。あれ？なかったっけ？すぐ交番あるよな。神って書いて、ドラゴンボールの神様の神に、明るいって書いて、気持ち悪いから。明るいって書いて、南公園です。
だから、俺、このために俺、見張ってたんですよ、あなた。見張って何？どこに？餌をやってる人を、見張ってたんです、僕は。うん、だから、どこの団体の方で？だから、団体じゃないです。個人で？個人です。で、この辺の地域。野良猫に、餌をやることは、その野良猫の、ね、生活すべて、無にするんです。だって、可愛いんだもん。可愛いだけで、じゃあ、糞尿の始末しないじゃないですか、あなた。してますよ、私。してます？本当ですか、それは、はい。日曜日の朝にちゃんとお掃除してます。まあ、してたとしてもですよ。ええ。少なくとも野良猫に餌をやることはダメなんです。うん、法律で禁止されてんの？うん。まあ、一応そうですね。で、ごめんなさい、知りません、それは。いや、まあ、それ知らなかったとしてもですよ。法律知らなかったで済まないんですって。あなた法律知りませんでしたって言って人殺しました。どうなりますか？そんなこと絶対しない。ですよね。うん。いや、わかるんですよ。確かに、猫可愛いから。うん、でもですね、野良猫は、もともと、ネズミとか、小鳥とかを、ね、取って暮らしてたわけですよね。そういう虫なんだよ。ごめんね。全く無知でわかんないけど。でですね、で、野良猫が餌をもうくれる人が現れて毎日くれるとするでしょ、そしたら餌の取り方わからなくなるんですよ。つまりあなたがお亡くなりになって餌をやる人がいなくなったら全員死ぬんです。それはかわいそうでしょ、ですよね、だってそうでしょ、よく考えてください、あなたが、例えばあなたが今20歳だったとして。80。ですね。じゃあそれはいいですけど、あくまで20歳だったとしますよね。で、ずっと80まで、60年間、餌をやり続けたとするじゃないですか。してないし。いや、するとする過程ですよ。で、そうすると、猫の寿命って大体、10年から20年ぐらいですよ、多分ね。で、そのたびに餌をやると、当然、他のところから、寄ってくるんです。野良猫がバーッと。で、餌くれるから、寄ってくるじゃないですか。ね。で、寄ってきたら、どんどん、増えるでしょ。子供産むでしょ。で、餌をやってます。毎日餌くれる人がいるから、餌取ることしなくなるんです。つまり、ただ、そこで待ってれば餌くれるから。ね。そうでしょ。そうですよね。わかりますよね。今まで、ネズミとかね、そこら辺の野生のネズミとか取ってたはずなのに、それが野生の、それ野生が、野生の勘ですよ、いわゆる。つまり、ね、野生の勘で、その瞬発力とか、ね、どこにいるかって、そういうの野生がね、すべて忘れちゃうんですよ。どんどん子供など、だって子供を。ということは私は悪いことしてたんだ。そうなんです。で、どんどん子供がね、こう世代が繋がっていくと、当然ね、どんどんその、まあ、野生が失われていくんです。そうした場合、あなたが60年間ずっと餌やってたら、何代にもなるわけですよね。で、子供はどんどんできていくわけですね。で、その結果、あなたがお亡くなりになってしまったら、もうすぐだもんね。ね、お亡くなりになってしまったらです。餌を与える人がいなくなることになりますよね。腐るほど、あそこに猫は今10匹以上いるって聞いたんですけども、その10匹以上が結果としてあなたの責任で死ぬことになるんです。それはかわいそう。わかりますよね。だから俺は、そういった野良猫を大好きだからこそ、動物が大好きだからこそ、動物団体の人。違います。ただの。自然保護の人。一般人です。一般人です。すっごい教養だからびっくりしてる。いや、教養じゃないです。それはね、してないです。だからそれは、今や、鳩に餌やるのって、OK だと思いますか、あなた。いや、テレビのニュースで見た。ですよね。あれと同じなんです。おじさんが水撒いてるの見た。ね、で、まあ、糞尿。で、当然、片付けないでしょ、あなたは片付けてると言いますけども、あの人は、あなたは1週間に1遍あげてるんですか？1週間に1遍お掃除してる。あ、でもね、あなた以外の人が毎日掃除してるんですよ。おじいさんが。朝に。朝6時ぐらいに。さらに。じゃあ毎日これから掃除するし。さらにです。ちりとりを持ってね、バンバンとやって、
ここに、ここはね、その公園はね、うん、子供が遊ぶから。うん、ね、うん、だから、糞尿とかを片付けてるんですよ、毎日、おじいさんが。だから、公園周りは、ね、犬の糞とか、ね、全部片付けましょうって書いてあるでしょ、見ましたよね。犬の糞見ました。それは見た。うん。猫もそうなんですよ。猫もちゃんと書いてありましたよ。看板に。どの辺に、あの木のですね、あのね、木にこう貼り付けられた、あの、ポスターみたいな感じ。分かった。じゃあ、明日昼間行って見てみる。うん。うん。だからね、そういう人はね、腐るほどいるんです。うん、だからね、自分が可愛いからと言って。私、心から反省した。で、私が誰が亡くなったら死ぬってことは、猫を虐待してるってことだ。反対に。で、鳩もそうなんですよ。いいですか、うん、鳩も餌あげたら、うん、餌くれる人間が毎日いるわけですから。うん、餌の取り方なんて分かんなくなるんですよ。普段だったら、普通だったら蚊とか、ね、昆虫とかね、食べてるわけですよね。毎日、決まった時間に。私ね、毎日ね。鳩が何食べるか知らない。もう分かんないんですけどね。うん、毎日、そういう人が、いるからね。ちょっとごめん、私、ちょっと、クラクラしてきた。ちょっと、そうやってお話しよう。気持ち悪くなってきた。いや、すいませんね。びっくりして。だからね、じゃあ、明日からはもう絶対あげません。ほとんどね、うん、あのね、公園ではね、こういったね、うん、ほとんどのね、公園に野良猫いるっていうのはですね、そういう人が、あなたみたいな人が、悪いのね。かわいいから、大丈夫ですか？私、本当暗くなって、どうしよう。あ、低血圧ですか？なんかショックが大きくて、自分がそういうことをしてたんだと思って。いや、だからね、そうやってね、ねうん、だからニュースでも、あの、鳩のニュースでお分かりになる通りですよ。わかりました。ですよね。うん、うん、だから、鳩のニュースを見て、あなたの、鳩のニュースを見て、うん、うんと、人事だと思った。ね、人事だと思ってましたよね、うんうん。まあそういう人が結構いるんですわ。立ち上がるから。いや、立ち上がるのいいですよ。ここに座ってもいいし。いや。体育座りしていいですよ。え？体育座りしましょう。体育座りって何？あ、いや、もうここ、あ、足バーって伸ばしてもいいです。全然。私、帰ります。いえ。気分悪くなってきた。あ、そうですか。ちょっと待ってください。大丈夫です。歩けます。大丈夫。俺捕まってください。いや、いいです。人に迷惑かけられないから。捕まってください。ちょっとやめてお願いだから、触らないで。あ、触りたくない。あ、ダメです。すみません、はい。ごめんなさい。で、どうすればいいの？私はこれから。交番へ行けって、ね、いや、交番へは行かなくていいです。いいじゃん、あそこに交番があるから行くよ。悪いことしたんでしょ？お前さんに謝ればいいんでしょ？こういう悪いことをしましたって言いに行く私。いいよ、ついてきて。すごく反省した。まあ、うん。まあ、僕の、警察呼んだんでしょ、だから、行くよ私まあ、そうですね。うん、まあ、まあ、だからね、あなたみたいな、あなたの友達とかもしね、うん、そういった、猫にあげてる人いるでしょ？そう、で、聞いたから、それで私もあげるようになったの。だからね、うん、ね、で、本当はね、猫ってね、去勢手術ってあるでしょ、うん、去勢ね、オスの場合、ね、どんどんこう、うん、で、ね、わかるんです。ですけどね、うん、それがね、一番、罪なのね、猫にとっては一番、で、私が、これから交番行くでしょ、それで何ていう罪になるの？いや、なりません。ただの注意だけです。ただの注意だけです。でもあなたは博学だから教えて。それによってだから。いや、罪にはなりません。今いいですか？犯罪だって言わなかった。いや、犯罪ですけども。だから私ショックだったの。うん、犯罪ですけれども、うん、ですね、犯罪というよりは、刑法ってやつ。私全くそういうの無知でわかんないんだ。犯罪というかね、うん、一応禁止はしてるんです。つまり、うん、足立区としては禁止してるんです。つまり条約みたいなもんですね。条約みたいなもんです。条約って何？まあ、罪にはならないんですよ。つまり、軽犯罪法みたいな感じで。はいはい。もしもし？はいはいはい。今、交番に向かってます。
交番ですか？あ、それであれば、すいません。すいません。愛西警察の者なんですけど、できれば、公園の方に戻っていただいてもいいですか？今、警察官行ったんですよ。いや、今ね、その人が、交番、近くの交番に行くって言って、今歩いて行ってます。その人も一緒にいるんですか？今一緒にいます。で、今、それであれば、二人で、公園の方に戻っていただいてもよろしいでしょうか？あ、じゃあ、公園の方に戻れって言われました。いや、交番行くって言われました。いやいや、言われました。要は、公園に警察官がもう行ってるんですよ。交番の方にはいないんで。おばさん、交番にはいないらしいです。人がいないらしいです。今ね、その公園に来たから、それでいないらしいです。もしもし？はいはい。あなたにも聞きたいんですけど、猫に餌をやっていて、ね、どういうあれなんですか？注意したら喧嘩になったっていうことなんですか？そういうことですね。どうやって注意されたんですか？なんか何回も110番されてるようなんですが、はい。犬にね、さっきも犬に吠えられてっていうことなんですけど、はい、はい、はいはい。うん、噛まれそうになったって言って、それは事実なんですか？いや、事実だって、事実もないもん。それは今聞いてるんですよ。ね、吠えられたんだから。吠えられただけなんですか？吠えられて、近づいて、バーって近づいてきて、吠えて、Uターンしてきたんです。はいはい、そうなんですか。わかりました。ね。110番だいぶされていただいてるみたいなんで、いや確認をさせていただきました。はいはいはい。うん。違う。で、別の話です。いや、今この人だからもう交番行ってますもん。この人って言わない方がいいですよ。ね。はい、知らない方なんで、ね。はい、はい、例えば、女性の方とか、言われた方がおばあさんです。喧嘩にならないと思うんですよ。おばあさんです。ね、うん。私の今のこの言い方、結構嫌じゃないですか？嫌ですね。あなたにとってね。こうやって言葉っていうのは、ね、相手にとって嫌な気持ちにもさせるし、ね、いい気持ちにもさせるんで、もし注意をされるんであれば、ね、優しく注意するのも一つの手だと思うんですよ。うん。ね、喧嘩越しで行けば当然相手も喧嘩いたしますし、ね、私じゃあ、副長を変えてもし言ってね、例えば、どうされましたとか、猫になんでね、やってるんですかって言ったら喧嘩にならないじゃないですか。あ、すいませんって多分なると思うんですよ。ね。だから、はい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 、ね。はいはいはい、はい。これ説教するわけではないんですけど、はいはいはい、はい、ね。もし注意されてもね、例えば公園で猫に餌を与えないでくださいっていう看板があれば、それを注意する、うん、ね。電話さ、うん、今、ちょっとお名前がわからないんであれなんですけど、電話ね。この、あなたの勇気はすごいと思うんですけど、それで喧嘩になるようであれば、ね、わかりました。はいはい。ね、だから、はいはいはい、多分言葉だと思うんですよ。ね、だから今度110番されるのは全然構わないんですけど、注意するときは言葉をね、選んでやられた方が私はいいと思います。わかりました。ね。はい。うん、だから、じゃあ今から。いや、別に喧嘩になったとかじゃないんですよ。じゃあ何なんですか？喧嘩。いや、だから、なんで悪いのって言ってきたからです。あー、猫に餌やる理由が。なんで悪いのって。うん、あ、わかりました。警察官いますか？そう、まだ、いや、いませんでした。パトロール中でしたよ。今、だから言ったじゃないですか。だから公園に行ってくださいって。だから、その人が、もう、だって、引き戻せないんですもん。おばあさんだから、今80歳の、80歳ぐらいのおばあさんなんですから。じゃあ、交番に、勝手にもう、あなたもさ、もうちょっとお年寄りをね、お年寄りだからって言って、法律を破ってはいけないって言うんですか？何の法律になるんですか、じゃあ。ん？動物愛護、愛護法です。猫に餌やるのがですか？鳥獣保護法です。鳥獣なんですか、猫は。鳥獣保護、鳥獣保護管理法です。獣です。あ、そっちの鳥獣、つまり鳥とか、獣。獣ですね。鳥獣保護法の何条に当たるんですか、じゃあ。私調べてみます。じゃあ調べてください。何条なんですか？ん？何条？はい。足立区でも禁止されてるはずですけど。公園でですよね。じゃあそれを告げるだけでもいいんじゃないですか？別に文句言われたから喧嘩になるって、そういうことはなくてもいいと思うんですよ。ね、猫に餌あげると近所迷惑になりますし、糞のね、害があるんで、ね、それでいいんじゃないですかね。
そういうふうに言えば。どうですか？ん？いや、だから、もう今まで何度も言ってるんですよ。何回ぐらいですか？他にもいたんですよ。いや、あの、餌に。おばあさんは何回目なんですか？いや、1回目です。1回目でしょ？それだったらその程度で済まして、ね？告げるだけでもいいんじゃないですかね？警告するだけでも。警告するだけでですか？はい。あの、もし治らなかったら、じゃあ意味ないじゃないですか。人間は痛い目見ないとわからないんですよ。痛い目っていうのは何なんですか、じゃあ。ん？だから指導。警察が痛い目に合わすんですか？うん、いえ。交番で、その、110番で、警察に実際に、叱られないとわからないんです。警察官は叱ることはしないですよ。あ、ね、そうなんですか？相手にね、促すのが警察の仕事なんですよ。あ、そうなんです ね。それは知りませんでした。うん。ね？何から何まで叱るわけはいかないんですよね。みんな善良な市民でね、一部の悪人に対しては警察官は、当然ね、警告とかしますけど、でも俺何度も、あなたがね、注意して聞かない相手を叱るのは警察のね、責務ではないんですよ。わかります？いや、ちょっとわかんないですね。わかんないですか、ええ、ね、あなたがね、目くじらね、80代の人に立てて、そうやってやね、やる行為はね、立派な行為かもしんないけど、はい。ね、少しちょっとさ、ね、年寄りをね、敬うって気持ちも大事だと思うんですよ。ね？猫にね、初めてなんでしょ？猫に餌あげてたの。え？猫に餌あげてんの見たの初めてなんでしょ？初めてですよ。年寄りの方が。はい。ね？それだったら、ね？近所迷惑にもなるし、糞もね、してね、困ってる人もいるから、やめた方がいいでしょぐらいでいいんじゃないですかね。それはいいんじゃないですか。あなたの気が収まらないんであれば、いいんじゃないですかねって。いいんじゃないですか、ね、いいんじゃないですかねって。それ、あなたの言い分ですよね。俺の言い分じゃなくて、ね。はい。それでもいいんじゃないですかっていうのだから、警告。だから、いいんじゃないですかって、それはあなたの、そう思ってるだけでしょ、あなたは。私、角田と言います。はい。あなたはそう思ってるだけじゃないですか。私はそう思ってるっていうわけじゃなくてね。だから、何度も言うように、あなたがね、例えば警告して、聞かないから警察を呼ぶっていうのは、ね、何を求めてるんですか、はいはいはい、警察に。じゃあ、何を求めてるんですか？ん？何を求めているだから、うん、犯罪だから、犯罪行為だから通報してるわけですよ。何を言ってるんですか、あなたは。わかりました。じゃあ、警察官を交番に向ければいいんですか？そうです。今ね、おばあさんがね、ちょっとね、めまいとかしてるって言ってて。なら、救急車呼んであげた方がいいんじゃないですか？立ちくらみしてて、今、座ってます。救急車呼びますか、じゃあ。救急車呼ぶ、大丈夫ですか？救急車呼びます？今、立てますか？じゃあ、今ここに警察がここに来るって言ってるんで、はい、今、大丈夫らしいです。交番にね、今ね、警察官行くんで、はい。で、おばあさん、待ってます。待って、じゃあ座らして、座ってます、今。はい。来てもらっていいですか、一緒に。はい。で、新名の交番でいいんですよね。川沿いの。新名南2丁目の 17-9 の、交番です。新名の交番ですね、じゃあね。はい、そうです。わかりました。じゃあそこでちょっとおばあさん座らせてお待ちになってもらってもよろしいですか。はい。じゃあ一旦切らしていただきます。はい。はい。ほとんどの公園に、絶対にそういう人が 100% いるんです、うんうん、そしてそう友達が言って教えてもらう、ですよね、うん、で俺は動物がものすごい大好きだからこそ、ね、そうだからこそ獣医さん、いや違うんですね、ただ単に頭がいいじゃない、どんなことして、え頭がいいじゃない、どんなことして、いや俺高卒ですよ、
関係ないよ。何の仕事してるの？いや、僕無職です。正義感かな。ね、動物をだから、パンのニュース見たでしょ、あの鳩の。見ました。ね、あれだからもうただ単に餌を与えてね、うん、あの自分のそのなんていうかな、可愛いから与えるそれだけだったっていう、それだけだったじゃないですか、うん、だから知識をそれは、はい、まあ、だからそういう人があのこのね、足立区どころかもう東京と関東いるんですよ。だからこそ、僕は、寒いっすね。メール来ちゃった。なんかショックでね、犯罪だって言われたじゃない。ああ私、犯罪、人のもんなんて取ったことないしさ、犯罪なんてやったことないから、なんか自分がなんか情けなくなって、ただただ可愛いだけでお友達に言われたら、本当に可愛くて寄ってくるのね。うん、そうです。あの子は、あの子だけはね。あげてたのね。まあ、だから知らない人がいっぱいいるんです。そんなこと友達にも絶対行かないようにって言うし。まあ餌の、あともう当然糞の始末も当然ね、しなきゃいけないんです。そう、それで一緒にね、二人でね、いつも朝ね、日曜日の朝ね、食事してからね、月曜あそこお掃除して出してた。ついでにね、瓶とかお酒飲んだ人も缶とかそこでもそれでもね、そう私自分の自分自身で悪いことをしてるなんて全然思わなかった。うん、ごめんね猫ちゃん、悩まなくちゃね。だからあそこもだから10匹以上いるらしいです。中でもね、見張ってくれてるあなたにも感謝しなくちゃいけないことなんだよね。うん、そう思った、心から。だってあなただってさ、仕事明日あるでしょ。うん、違うよね。うん、ごめんね。いえ、この下にこの行かないようにする。1年ぐらいやってるから私。あー、1年もやってますか。他になんか見た人います？いっぱい行くよ。あ、何人ぐらいいます？ほとんどお兄さんとも会うし、また会っちゃったねとか言って、あの影に黒い子がいるんだよとか教えてくれて。あ、うんうん、いや、それ多分それあなたと同じ考えですね。だからそんな私たち無知だから。そんな、うん、こんばんは、お待たせしました。はい、すいません、私が犯人です。うん、猫にね、うん、餌あげてて、この人に気にされて、うんうん、そうなんですね。私犯罪者なんですって。うん、うん、まあ、犯罪者かどうかはまあ話聞くんですけど、そしたら、もう大丈夫ですか、はい、じゃあ、こっちの方でお話しして、もう注意して返しますんで。ああ、わかりました。それ、交番に自転車。ですよ。うん、ちょっとそれはちょっと心配だったんですけど、うん、途中で僕、ちょっと説得して、うん、で、この人もすげえ分かってくれてるって言ってて、うんうん、で、あとあなたが、その、さっき電話でいろいろあったんですけど、うん、僕は、うん、動物が大好きで、そこら辺の公園に腐るほど、うん、餌をやってる人間が腐るほどいて、それで、うん、そういったものはね、だから、許せないんですよ、僕は。なるほど、なるほど。で、うん、それで様々な公園に行って、うん、で、警察にも通報したりしてるし、うん、動物の、うん、まあ、愛護団体みたいなこと言う。団体、うん、団体みたいなので。あと、あれは、公園の管理してるところには連絡してます？管理、うん、だいたい、公園って区立なんで、うん、区で多分管理してると思うんで。うん、いや、ね。うん、多分、もしあれですね、日中の方でも連絡していただければ、うん、もうそこの方でも対処してくれる。まあ、もともとほら、区で管理してる公園がほとんどだと思うんで、うん、ね。やっぱ管理してるところでしっかりやっていただかないとっていうのもあるんで。うん。うん、猫の、うん、なんか、去勢手術とかをしている、個人的な、なんか、うん、団体というか、ボランティア団体みたいなのがあるんですよ。ですけれども、うん、それはですね、うん、地域猫活動の進めという、うん、団体なんですが、うん、うん、うん。じゃあ、ちょっと小真ん中入ろうか。うん、ちょっとごめんなさい。うん、ちょっと待ってね。うん。今の話を聞いてみます。うん。うん。うん。
したら大丈夫、あの自分で行ける、うん、とりあえず俺あのチャリ持ってきますわ。あ、いいよ、もうあのもうこのまま返してもらって大丈夫。あんなが言いたいことあれば、うん、地域猫活動という、うん、まあ、団体さんはねちゃんとそういうの分かってると思うんです。ですけども、うん、それを、ま、うん、マナーを守ってないやつがいるんです、うんうんうん、地域猫活動っていうのが、うんうん、決められた場所に、うん、決められた時間に、うん、餌と水を与えた後に、うん、それをしっかり始末した後に、うん、糞尿の始末もする。そしてさらに、うん、あのメスだ、オスだったら去勢手術もする、うん、去勢手術もする、うんうん、これが、地域猫活動のすすめという団体なんですが、うんうん、それが、葛飾区と、うん、足立区に、うん、ね、あるんですけれども、これじゃ団体の方とは違う。いや違うんですけれども、うん、接点はない、うん、まあそれにも注意してあるんですけれども、うん、うん、まあもうだからもうずーっと放置してるって、一週間ぐらい放置されてて、うん、あの水と餌がもうナメクジだらけとかになってて、うん、グリーンウォーターになってたりする、うん、だからもうすでにもう毎日買いたいの、どう考えても、うん、あの、うん、もういいもう圧倒的にわかるんですよ。でそれでもう僕はあの葛飾区役所にも言ったし、うん、足立区役所も行ったんです、うん、であとはまあ公園をいろいろ回って、だいたい野良猫がいるんで、うん、餌をやってる人がいたりしたら、うん、通報っていうのもしてます。なるほど、なるほど。うん、まあ、合わせて、まあ、我々も教えてくれるのもそうなんですけど、まあ、継続的に区の方にもお願いいたしますね。まあ、わかります。区で管理してるところなんで、公園はね。うん、そうそう、公園は大体、ほら、区立なんとか公園って書いてあるんで、大体区が管理してるべき場所だと思うんで、うん。その辺のところはちゃんと区がしっかりやってほしいと思いますよ、私も。うん、で、あとは、うん、警察官を呼んで、うん、まあ、例えば侮辱罪とかね、うん、僕最近もいろいろあったんですよ。で、警察呼んだんですけど、結局、うん、はっきり言って、うん、何も対応されなかったんです。なるほど、なるほど、なるほど。それで、うん、その葛飾区の警察に僕行ったんですけど、うん、あ、その葛飾の時だったんですか。いや、足立区でもあるんですよね、うん、で、大体もうすぐに何か問題があったら電話してくださいって言われてるんです、うん、僕は。うーん、で、結局その場で電話しなかったから俺は悪かったってことになるんですよ。なるほど、なるほど。葛飾区の時は、うん、バスに乗った時に、うん、ごめんなさい、ちょっと落ち着いて話そう、うん、お話聞くんで、うん、やっぱ寒いんだ、はい、ありがとう、うん、うん、じゃあおばさんも入ろう、うん、じゃあちょっと椅子出すからちょっと待っててね、椅子出すからちょっと待ってて、椅子いる？いらないです、大丈夫？うん、どうしようかな。お母さんいいよ、ここに座って。うん。風そんなかかんないから。うん。ごめん、ちょっと、あれがね、コップがね、ちょっと、お客さんのようなコップがね、ごめんなさいね。うん。大きく振ってて。手で、自分の手でこうやって飲むからいい？そしたら。あ、いいよいいよ、それだったら。ちょっと待ってね。ちょっとトイレの水は飲みたくなかったの。うん。そしたらここ使って、うん、で、ちょっと、これね、ちょっと、うん、で、手で飲んでね、うん、終わった時、蛇口お願いします。葛飾区の時には、うん、バスに、うん、乗ったらですね、うん、で乗って、どこどこ行きますかって聞いたらですね、いきなり罵声を浴びせられて、行かねえよと、うん、それ、何乗って、バスです。バス、うん、で、行き先を、ね、うん、行きますかって尋ねただけなのに、うん、いきなり罵声で、うん、大声でね、うん、行かねえよって言われて、なるほど、なるほど。それで、うん、まあ、その時になんか通報しなかったのが悪いってことになったんです。結局、葛飾区に、区の、警察官に行ったらね。うん、それどこであったんですか？どこのバスですか？亀有駅の、南口。ああ、じゃあ亀有警察ですか、じゃあ。そうです。そこそこそこ。で、そういったのがね、最近のスタートだって、なるほど、結局のところ、その場で言わなかったから、すべてお前が悪いってことになったんです。
そうかな、そう、うん、それで結局ね、この、あの、バースの件はね、うん、あの、メールで、その、警察にね、あの、教えてもらったんですけど、うん、一応メールで丁寧に、うん、その、について、ね、うん、あの、調べて、ドライブレコードを調べてくれと、言ったんですけども、結局、まあ、あの、電話でもそれ、あの、その会社にも言ったんですけどね。あ、バス会社？なるほど。結局、自分たちを管理してるから、うん、あの、そんなの公開することできないということで、あ、言われたの、言われたんですよ。寒い。で、結局、まあ、うん、そういうのはすべて、あの、その場で、あの、呼んでくださいと言って、結果として、まあ、俺が、あの、ここに、ごめんなさい、お名前と住所で電話番号書いてもらっていいですか。まあ、結果として俺が悪かったということになりました。それで、うん、ほぼほぼ全ての警官が言ってくるんですけど、うんうん、あの、その場で言えると、言えと、警察通報しろと、うん、いうことで、うん、今、暖房つけてるから大丈夫よ。ということを、うん、あの、僕は何度も、あって、それでその度に、ストレスをたまり、で、通報しなかったお前が悪いと、いうことで、なるほどですね。で、あと、まあ、他も、うん、あの、いっぱいありましたよ。だから自分のアパートも、うん、あの、目の前の人間と、あの、にね、まあ、不法投棄されて、それを見かけたから、警察に、110番したら、うん、まあ、喧嘩のようなあのレベルのに発展したりして、あとゴミ、その、まあ、アパートの敷地内に、あの、タバコがバーって置かれてて、まあ、捨てられてて、で、そういったのとか、あの、あって、で、通報してるんですけども、結局、その現場の、見てないからということで、だから、もう、ね、うん、あって、それで、あの、もう嫌になったんです、僕は。ああ、ね。僕は嫌になったんですよ。うん。そっかそっかそっか。だから、うん、もう何があったらすべて、警察に電話しろということで、学んだんですよ。僕は。そっかそっか。結局のところ、犯罪者なのに、俺は、まっとうなことやってるのに、悪いこと、悪いというか、結局泣き寝入りですよ。バス会社だって、そうです。なんで俺が、罵声を浴びせられたのかよくわかんないし、そもそも、ドライブレコーダーも、なんで公開しないのかわかんないし、何のためのドライブレコーダーだってことなんですよ。あ、これ、これ使って。いいよ。うん。痩せなったからし、これだったらちょっと、あ、じゃあ取り込まれるしかないんだけど、これね、これで、ちょっとそれで拭いててよ、もしゴミ箱も出すからさ。あ、お母さんね、ほら、お名前と住所電話番号書いてね、あの、温まったらね、温まったからね、うん、だってほら、ちょっと、ま、待ってられるお母さん、うん、で、まあ、最近も鳩の、食パンのニュースとかもあったけども、まあ、そういったので、まあ、当然僕もあの猫が大好きなんで、あの、そこら辺のね。いやー、そ、いや、兄さんのね、そういう動物に対する、あれは、もう、わかりますよ、こう、気持ちいいっていうのは。あと、荒川とかのもそうですけども、荒川の河川敷に、草ほど猫がいるんですけれど。あー、いるねー。中津、あの、ところとか。あそこはね、まあ、あれもひどい、ひどいもんですよ。あの、私も、ほら、野良猫なのにですよ。あの、わざわざ傘みたいなのを自作して、うん、あの、ね、寒くて凍死する可能性がありますとかって書いて、あるんですよ、あれ。うん、あれ、それでね、あれ多分、中洲にいる、あれですかね、ホームレスの人が作ってくれたやつじゃないですか。うん、多分そうだと思うんですけど、僕はちょっとあんまり、まあ、まあ、そこまで詳しくないんですけど、だから、ね、そもそも、それでなんか警察に、なんか、壊さないでくださいとかって言って、で書いてあるんですよ。あの、南側の方に、あの、あ、荒川の南の方に、あの、2個ポスターみたいなの貼られてて、で、手書き で、その見つけたら警察に通報するとかって書いてあって、で、あの、ああいうのってのは結局、本来そもそも、あの、野良猫っていうのは、あの、寒さでね、死ぬようなもんじゃないはずです。
まあ、まあ、動物はね、うん、あの、毛並み上は、あの、冬は冬用で、あの、毛が厚くなるから。だから、餌をあげたことによって、うん、あの、もう毎日餌をもらえるもんだから、餌の取り方をまず忘れるんです。うん、で、それで子供が世代をつな、あの、本来、子供が生まれたら、ネズミの取り方を教える。っていうことも、しなくなって、結果として、その人間が餌を与えなくなった瞬間に、うん、つまり全部の責任を見なきゃいけないです。当然のこと。あなたが死んだとしても、その後も、誰かが変わって、毎日水と餌をあげる。っていうことをしないと、確実に、ね、そう、確実に死んでしまうんです。説教されて結局。結局あの、死んじゃうんです。だから、それは、ただ単に、動物が大好きなんじゃなくて、猫が大好きなんじゃなくて、餌を与えるのが大好きな人間なんです。結局は、やっぱあげてる人はエゴでしかないと思う。そうです。うん、だから、うん、そういったのを、うん、まあいろいろと、あの、まあ僕はね、うん、あの、まあやってたんですけども、やっぱり一番おかしいのは、あの、その、地域猫活動という人間のボランティア団体ですね。ボランティア団体なので、結局のところ、去勢手術は、うん、あの、まあ、実費なわけです。そう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 。ですよね。うん、で、実費で、で、さらに餌も水も、実費、うん。うん。要は、それで、要は、そういう人に、要は、協力したいって寄付、募った寄付で、多分、賄ってるんですよ。うん、そう。で、うん、だから、つまり、その、うん、ホームページに行って電話したらですね、うんうん、この人はいるんですかって。この、その団体の、そもそも名前すら知らない。どこに何の団体が、ね、足立区にどれぐらいのその団体がいるかも全くわからない。そもそも証明書なんてもうない。ボランティアだから。うん、そう、ボランティアだから、自分がやっぱ、うん、あの、名乗り出さない限りは多分、出てこないというか。で、そのボラン、個人でもできるしね。うん、猫の、去勢手術、あの、オスだったら去勢手術。で、あと、メスだった場合は一応去勢はないんですけれども、うん、耳に V 字カットっていうのがあるんです。麻酔を打って、V 字カットされてる。で、これ、あの、オスもそうなんですけど、うん、それが、地域猫活動の、うん、指針なんです。だから、その時点でも見分けられるんですよ。なるほど。あ、これ V 字カットされてる。うん、ということは、これ地域猫活動の人間の、うん、やってるなと。ですが、当然そこに餌を与えて、いれば、絶対に周りから 100% 来るんです。で、それもすべてやらなければいけない。去勢手術、実費で、さらに餌代、水代、すべて実費、さらに毎日交換しなければいけない。それを、それが地域猫活動の進めの方針なのにもかかわらず、なぜか、やられていない。グリーンウォーター、堀切勝負園駅の、うん、近くの、商店街に、ありまして、うん。それの団体ですか、グリーンウォーターって。違う？ごめんなさい。ちょっと、どうしてもね。ね、うん、だから、水と餌があったんですよ。うん、で、水が、もう完全に、あの、緑色になってて、うん、ああ、なるほど、ね。放置されてるのが、うん、丸分かり。で、うん、餌も、うん、なめくじだらけで、うん、当然、猫は食わないんです。うん、だから、そこを通った時に、あ、野良猫だっつって、で、V 字カットされてるわ。うん、あ、これ地域猫のあれだと思って、見たら、うん、僕がこう、こんな感じで、やったら、ついて、あの、餌を欲しがってローストしてるんですよ。あ、集まってくるのね。では、ただしかしそこに餌あるのなんでだろうなって、うん、餌を見たら、うん、ナメクジだらけ。うん、水はもうグリーンウォーター。うん、なんだこれは。うん、そして、あの、まあ、結果として、その、葛飾区の、ところに、あの、まあ、あの、苦情のメールをね、僕はやったんで、やったわけなんですけど、ね。だから、地域猫活動といえど、結局のところ、自腹で実費でやらなければ、あの、ただ単に野良猫に餌をやってるだけの行為の、ただのエゴイストということになる。なるほどね。まあだから自分がまあ動物どころかまあ昆虫とかも好きなんでよく公園とかは回るんですけど、ほぼほぼ 100% 野良猫 100% いるんです。で、野良猫がいるということはもう餌を与えている人間が 100% いて、で、だからこそ、そう動物のためを思えば、確実に餌をやってはいけないのは、もう僕は、あの、それはもう
100も承知なんです。うん、だからこそ、あとその、ものがあるからこそ、さっきの、バス会社のあれもあったからこそ、もうすぐに110番するという、行動を僕はしてるんです。うん、まあ、そういうことですね。やっぱり、うん、まあ、でも結局、なんか、そう言われるんですよ。なんか、どう言われる？警察官が来て、うん、で、まあ、結局のところ、遅かった。うん、一歩、その場で言っとけばよかったのに、うん、みたいな感じで、終わったりするっていうパターンが、もう多々あって、うん、で、もう、だからもう、簡単な話、もうずっとここら辺にカメラつけて録音しながら24時間こうやってなきゃもう、うん、もう証拠なんて残んないわけですか。あ、ドラレコだってそう。だから、あれですか、これやられてる。もう僕やって、これはまあ、あくまでその、うん、通報とかなんかあった時に、これ録画して、で、まあそうですね、やってるんですけど、まあ、あと音声とかも、録音とかも、まあ、電話かかってきた時とかも、全部録音して、やっております。もういいです。結構まあ大変な。ああ、ゴミ大丈夫？まあいいです。もらいます。僕、捨ててきます。うん、もうそういうの、缶のゴミ捨てとか、うん、タバコのポイ捨てとかも、うん、僕も一応喫煙者なんですけど、うん、タバコもどんどん値上がってるでしょ？そうな、あで、うん、そんなのは結局、一部のクソマナーどころか、ただの違法な、うん、野郎が、やってるだけで、俺なんてただの、俺、家でしか吸わないし、一人暮らしだし、ワンルームで、自分の部屋でしか吸わない。外で吸ったとしても、当然のこと、ポイ捨てなんてしないし、喫煙所で確実に吸うのに、なんで俺が、俺らじゃないのに、その喫煙者というくくりで、俺も見られて、はい、喫煙者は、クソ、と叩かれるという。まあ、これも、まあ、いろいろと、まあ、そうですね。まあ、結構、肩身狭い思いをしてるのがやっぱ事実ですよね。まあ、うん、本当、生徒が鍵にましたし、まあ、わしはもうこれで辞めたんで、辞めれたんでよかったですけど、本当や、もう好きな人はたまんないですよね。そういうことに関しては。本当、今、飲食店でも、もう限られてくるから。これから。そうですね。はいはいはい。オリンピックの時で、まあ、そうじゃないですか。飲食店はほぼ全部。まあ、僕はもう自分はもう、ほぼ外で吸わないんで、うん、もう自分の家でしか吸いません。ですね、分かりました。じゃあなんか僕に、うん、なんかまさにここ来てもらって、ここまで来てもらって、あ、いえいえ、うん、いや途中で、まあ、だから、うん、おばあさんも、うん、にちょっと説得して、うん、そしたら分かってくれたんで、うん、うん、だからまあ、他のそのね、うん、お仲間さんもやっぱ何人もいるらしいです、うん、あれ餌やってる人、うん、だからその人たちもやっぱり言ってくださいっていうことで、うん、そうだね、はい、うん、じゃあ僕書いていいですかね。もう大丈夫です。どうもありがとうございました。やっぱ通報しすぎとかでやべっすか、やべっすか。そう、俺今日要は初めましてなんですよ。ああ、うん、でも2回やってますね。2回目、2度目ましてになっちゃったけどですよね。うん、それってやばいっすか、やっぱり。そうかな、わかんない。それはちょっと、うん、まあ頻度にもよると思うんですけど、でも今日明らかに、まあ、さっきの方はまあ、揉めてましたし、うん、まあ今日、二度目に関しては、まあ一応話を聞いているわけには、まあお兄さんの話も、まあ、あながち間違ってないんで、ね。で、3人に関しては、ちゃんと責任持って、やるべきものはやっていただかないと、本当に、ちょっと、公園の中で、気が済むことがあって、それはやっぱ子供が遊ぶわけですから、だからおばあさんは一応、一週間に一回掃除をしてるって言ってるんですけども、うんうん、まあ、毎日やってるんだったら、毎日掃除するべきだとは、まあ、個人的には思います。うん。うん。すいません、ありがとうございます。まあ、そういう人もいるということで、はい、わかりました。お母さんも、そういう方、考え、改めると思うんで、ね、ええ、わかりました。うん、そしたら、ちょっと、ありがとうございましたね。おばあちゃん、ありがとう。バイバイ。うん、気をつけてくださいね。あ、ええ、うん。すいません。よいしょ。ということで、ですね。まさか二度目とは思わなかった。チャリに財布の残って、残してんだよな。終わった後にさ、いきなりさ、
猫にさ、餌さん与えるさ、おばあさんが出てきたからさ、すぐにさ、俺追ってさ、あの、あれもう録画してたっけ？財布、パクられてねえかな。大丈夫か。まあでもおばあさんはちゃんと、よくわかってくれたんで、いいっすよ。明神南公園じゃなくて、神妙南公園だった。逆だわ。あの、流浪に剣心の、明神やし、やしこ。流浪剣大好きなんで。まあやっぱり、ここ、何匹も、いるらしいっす。何匹もじゃねえ。何人もここの公園で、餌やってる人、いるらしいっす。で、あ、にゃんこちゃん。ここに餌や、ここですね。跡形もないですね。にゃんこちゃん。じゃあな。俺は餌やらんぞ。あ、ちなみに、あれ、チャリンコは？あれ、チャリンコない？あれ？あ、チャリあったあったあった。隠れたらどうしようかな。おばあさんが、まあ、一応こちらの方に、まあこれ犬の糞ですよね。これ明神南公園じゃなくて神明南公園でしたね。はい。はあ、汗がすげえ。くっさ。くっさ。何この臭い。糞か。で、問題の、まあ、書かれているところは、この、木ですね。イチョウの木。はい。公園での餌やりはおやめください。この公園では糞尿で、子供たちが安心して遊べず、利用者や近隣の方が困っています。みんなが気持ちよく公園を利用できるよう、ご協力お願いします。犬や猫などの愛護動物、愛情と責任を持って接しましょう。不幸な猫を増やさないように、不妊、去勢をしましょう。捨てたり傷つけたりすることは、法律によって罰せられます。公園管理課、東部公園係、足立保健所生活衛生課。だからこれ、言ってんだよ俺。ね、これで書いてあるんですよ。だから俺ここで見張ってたんだよ。猫くんがね、あのね、こっちいきなり向いたからね。
つまり、あっちが入り口なんですけど、あ、引っかいてる。猫くん引っかいてるね。猫ちゃんどうした？爪研ぎかね。あ、爪研がれた跡があるのはそれか。